ウッドランドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の北部ヨロ軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。州都サクラメントの北西約15マイルにあり、サクラメントアーデンアーケードローズビル大都市、統計地域に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、人口は2010年国勢調査で55,468人だった。ウッドランドの町の起源は、カリフォルニアが、 州に昇格し、ヨロ軍が創設された1850年に遡ることができる。この町は人口や資源で成長を始めたので停滞することはなかった。ジェームズ・モンローの子あって地域の考えが進み、人々が農業に手をつけるようになった。その事業が成功したので人々は土壌が大変肥沃であることが分かった。ウッドランド市には郵便局ができ、 軍庁所在地のワシントンで洪水が起こった翌年に、軍庁所在地となった。鉄道が敷かれ、サクラメント市に近かったこと、さらにその後に、週刊高速道路5号線が引かれたことで、繁栄する都市を作り上げてきた。ウッドランドとなった地域に、ヨーロッパ人の子孫が開拓を始める以前、ウィントン族インディアンに属するバトウィン族が住んでいた。バトウィン族には2つの主要な集団があった。 すなわち川のパトウィン族と海岸のパトウィン族だった。ウッドランドのインディアンの起源は、サクラメント側に近く住む傾向にあった川のパトウィン族から分かれたものであり、海岸のパトウィン族が丘陵や山岳部の小さな渓谷に住んだのと対照的だった。パトウィン族の中の勝負、インディアンは現在のウッドランドに高級的開拓地を作らなかったが、 川のパトウィン族が狩猟と種集めのための季節的宿営地に使っていたと考えられている。ヨロトイ族とその近くにいる小部族はキャッシュクリーク沿いを主要な交易の道としていた。北野の,のマルキ族、東のニセナン族、西のポモ族といった近くの部族が物々交換を行ったことがすべての部族の間での文化と社会の交流の道につながった。 スペインの宣教師団により、パトウィン族を通じて奴隷化と病気が同時に進行したことで急速な変化が起こった。1830年から1833年にかけてのマラリアの流行と1837年の天然痘の流行で残っていたインディアンの多くを殺した。しかし、ウッドランドにおける初期農業を手掛けた者たちのいくらかは、 パトウィン族の人々だったことが分かっている。カリフォルニアが州に昇格し、ヨロ軍が設立された翌年の1851年、アンクルジョニー・モリスが現在のウッドランド市、第二通りとクローバー通りの角に入植した。その2年後、ヘンリー・ワイコフがこの地に到着し、ヨロシキと名付けた店を開いた。1857年にフランク・エス・フリーマンが160エーカーの土地を 購入し、アメリカでも最大級に穀物を生産することになるはずの地域の交易拠点とすることを期待して町の開発を始めた。フリーマンは土地を開墾しそこに家を建てようというものなら誰にでも土地を分け与えた。フリーマンは郵便局の設立を請願し、その妻のガートルードはそこが森の国だった証拠にウッドランドと名付けることを提案した。 ガートルードの言葉は死を取り巻いていた。多くの樹林のことを指していた可能性が強いが、それらは久しく、前になくなってしまった。ウッドランド郵便局は1861年7月5日に開局し、フリーマンが局長になった。フリーマンは時を移さず、町を開発し、事業のために使える建物を貸したり売ったりした。 1871年頃のウッドランド1860年代は、ウッドランドが発展する機会となった。それまでのヨロ軍の軍庁所在地ワーシントンで洪水が発生した後、軍庁所在地がウッドランドに、恒久的に移された。当時、学校、住宅、教会、および墓地が建設された。町の新聞、デイリー・モクラットや、郵便局が設立されたが、 最も重要なものは鉄道だった。カリフォルニアパシフィック鉄道会社が、デイビスビルとメアリーズビルの間に鉄道を付設し、ウッドランドのカレッジ通りとリンカーンアベニューの地域に駅を設けた。この鉄道は、その後延伸され、サザンパシフィック鉄道が買収した。鉄道の線は、カレッジ通りから当時市の東端だった東通りに移された。鉄道ができたことで、 ウッドランドの街としての拡張につながった。鉄道ができる前は主にメインストリートから北の方に建物を建てていた。鉄道以後は拡張の方向が西と南に向かった。1870年、ウッドランドの人口は1600人と推計され、そのうち647人が選挙権登録をしていた。街の法人化についての請願書に署名が集められ、請願は成功した。 ウッドランドは1871年に市政が執行され、それから間もなく鉄道の定期便、電報サービス、電話サービス、ガス、水道、電気、街灯及び舗装道など市としてのサービスが始まっていった。ウッドランドの商工会議所は市の事業が発展することに貢献することを目指して1900年に設立された。この頃、公的な活動で図書館、 市民公園及び土地の改良が進められた。1910年の人口は3187人と、軍内最多になり、その後の40年間で、ゆるりではあるが着実に、人口、事業及び工場が増え続けた。その経済は主に農業関連の分野に基づいていた。すなわち3つの製粉所、砂糖大根の生成所及びトマトの缶詰工場が、この期間に設立された。 第二次世界大戦後の時代はウッドランドの成長を加速させた。1950年から1980年の間にウッドランドの人口は3倍になった。1950年代のウッドランドはカリフォルニア州のどの市よりも人口あたりの100万長者の数が多いという噂があった。製造業の工場と配送センターが北東部で増え、町の周辺には新しい小区画や ショッピングセンターが出現した。1960年代後半から街の歴史的な建物を保存することへの関心が増し、数多くの建物が改装されて、家屋、事務所、店舗及び博物館になった。ウッドランドの歴史巡りは1989年に始まり、年間行事の中で街中のビクトリア様式の家屋など歴史史跡の多くが公開された。 1970年代、週刊高速道路5号線の建設が、時とともに、週刊高速道路5号線とカリフォルニア州道113号線が、主要交通機関として、鉄道と置き換わった。過去10年間、ウッドランドでは、地域社会に多くのものが追加されて大きく成長した。多くの小区画が主に街の東側に建設され、 いくつかの主要全国チェーン店が開店した。2003年から2004年の学校年に新しい高校であるパイオニア高校が開校した。パイオニア高校の近くに新しい小学校と中学校各1校が数年のうちに建設される予定である。南西からウッドランド市を見た空中写真ウッドランドは 北緯38度40分43秒整形121度46分24秒、北緯38.67861度整形121.77333度、38.67861-121.77333 38. に位置している。サクラメントバレーの平地にあり、東にヨロバイパスとサクラメント川、西にキャペーバレーと、海岸山脈がある。 サクラメント大都市圏に属するが、ウッドランド市と近接する都市との距離があることもあって、小さな町の感覚を保っている。ヨログンの地理中心の南東にあり、週刊高速道路5号線沿いで、サクラメント市より北では、レディング市までの間で、最大級の都市である。週刊高速道路5号線は、市の東部から入り、市の北を回って北西に抜けている。 カリフォルニア州道113号線は自動車専用道路として南から市内に入り、週間高速道路5号線に合流し、その後は標準の2車線道路として北に抜けている。市の周りは農業用地である。ウッドランドはセントラルバレーの他地域と同様地中海性気候にあり、夏は乾燥して暑く、冬は冷涼で比較的雨が多い。 雨の多い季節は一般に10月から4月である。平均最高気温は7月の下市94度から1月の下市53度まで、平均最低気温は7月の下市59度から12月と1月の下市37度と変化する。1月が最も雨の多い月であり、平均して4.51インチの雨が降る。過去最低気温は下市19度、最高気温は 115である。夏は気温下し90度台が多く暖かい日が続くが、カルキネス海峡を抜けて、サクラメントバレーに入ってくるデルタビ風が吹いて、夕方から夜間の気温は下し50度台後半まで落ちて快適になる。時として熱波が吹いて、下し100度付近まで気温を上げることがある。晩秋から冬にかけて、低温、太平洋やアラスカ湾に始まる嵐による雨。 地上霧が発生し、また霜が降りたり、氷点下まで下がる朝もある。冷たい霧が晴れない場合は、日中の気温が数日間下し40度から下し50度、前半に止まることがある。降雪は、極めて稀である。最後に計測可能な雪が降ったのは2002年1月28日だった。シエラネバダ山脈が、 ウッドランドの東約60マイルに位置し、毎冬かなりの量の雪を受け止めている。4月から5月に気温が上がるにつれて、冷涼で雨の多い気候は稀になってくる。以下は2005年の人口推計データである。ウッドランドとその直近の地域経済はほとんど農業に依存している。今日まで、ヨロ軍は州内でも最大級の穀物生産軍である。同様に輸送産業も、 ウッドランドの経済で大きな部分を占めている。すなわち穀物生産量が多ければ、その輸送量も拡大することになる。農業と輸送が市の活動で演じている、大きな役割を維持している一方で、長年にわたって他の産業分野にも多角化を果たしてきた。ウッドランドで成長してきた産業は、多くの製造業と倉庫業である。 プレハブ広報建屋はこの街でも生産高の高いものである。いくつかの大手小売店がウッドランド市内や地域のすぐ外に倉庫を持っている。2000年代前半でカリフォルニア州の住宅価格が上昇した時、ウッドランドはサクラメントに近いことや小さな社会という感覚を維持していることなど多くの要素があったので、その波の前線に近かった。その結果、 2002年には国内でも最高の資産価値上昇率を示した。週刊高速道路5号線や道80号線に近く、またシエラノーザン鉄道やカリフォルニアノーザン鉄道を利用しやすいことはウッドランドで事業がうまくいく理由になっている可能性が強い。サクラメント市やサンフランシスコ市の都市圏に近いこともこの町に出展するもう一つの理由になっている。 ウッドランドの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は以下の通りである。ウッドランドは歴史に富む都市であり、小さな町の感覚がある。地域社会で行われる多くの活動があり、その大半は自主的なものである。夜軍祭りは毎年8月の半ば、水曜日の午後から日曜の夜まで開催されている。 この祭りは1935年に始まり、カリフォルニア州では最大の参加自由の祭りになっている。北、カリフォルニア中の人々がこの祭りを楽しむためにやってきている。祭事会場の競技場では解体ダービーがあり、農業後継者協会や放映地クラブの競技会など、いくつかの農業に関わる競技会がある。この祭りの最も新しく人気がある呼び物は、テレビ番組。 アメリカンアイドルを模した、ヨロアイドルサーチである。地元事業や集団が建てた屋台を通じて、見物客が調べることのできるいくつかの展示場もある。2009年、ウッドランドは134回目のサクラメントバレー、スコティッシュゲームズフェスティバルを開催した。この祭りは、過去12年間ウッドランドで開催されている。ゲームズは、アメリカ合衆国で3番目に古いものである。 ヨログンでは2番目に大きな行事である。毎年様々な催しに2万人の観客を集めており、4月最後の土曜日と日曜日に開催されている。歴史巡りはウッドランドで広く祝われている行事である。これはウッドランドの歴史と遺産に対する知覚と理解を増すために使われている。ウッドランドの歴史地域いくつかをガイド付き徒歩ツアーがあり、歴史的な道具。 車など歴史に残る発見物を見せており、また歴史的ビクトリア様式家屋の内部を巡るツアーもある。歴史巡りのいくつかは無料だが、その他は前売りギップを購入する必要がある。この行事は通常毎年9月最初の2週間の土曜日に行われている。ウッドランドダイナマイトチリクックオフはウッドランドの文化活動に新しく付け加えられたものである。 この行事は1998年に始まり、地域社会の様々な人々が料理したチリ料理を試食するために多くの人々が集まってきている。この行事にはインフレータブルバルーン、小馬乗りなど子供向けの出し物もある。また、大人向けには音楽の生演奏や食事と飲み物なども出る。ヨログンフェアグラウンドのロータリー公園で毎年9月の第3土曜日に開催されている。 ウッドランド市と商工会議所は毎年クリスマスパレードを開催しており、中心街に3万人の監修を集めている。北カリフォルニアでは最大級の休日パレードである。1964年に始まり、毎年地元集団や周辺地域からマーチングバンド、歌シ、ダンスグループ、軍隊及び目新しいものなど、約150の参加団体がある。このパレードは、 メインストリートとカリフォルニア通りの交差点から6番通りの交差点まで歴史的中心街のメインストリートで行われている。市内にはいくつかの小さな博物館がある。ハイドリック農業歴史センターは農業の博物館である。19世紀後半から20世紀半ばまでの希少な特徴ある農業機械を展示している。このセンターと共同で運営しているのが ヘイズアンティークトラック博物館であり、商業用のトラック100種以上を展示している。この博物館を創設した商業トラックの引退した運転手、ウェイン・ヘイズによって見出され修復されたトラックである。ヘイズ博物館に展示されているものには、記念品的、トラック、トレーラー、工具、機械及びトラックに関わる、その他の物品が含まれている。その他、ヨログン歴史博物館もある。 ウッドランドの開拓者、ウィリアム・ギブソンとメアリー・ギブソンが住んでいた家屋と2.5エーカーの農場にある。家屋自体の建築は1857年に始まり、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。この博物館は1975年に資産を購入し、1850年代から1930年代の家具や加工品を収めている。地元では、 ギブソン邸宅とも呼ばれる、この家と資産は、当時の日常生活が表現され、また、ヨロ軍の歴史に関わる入れ替え展示もある。もう一つの興味ある場所は、ウッドランド公共図書館である。当初の建物は、アンドリュー・カーネギーが資金を出し、1905年に建設された。カリフォルニアのカーネギー図書館で、現在も運営されているものとしては、最古のものである。 ウッドランドの表彰された所有物の一つがウッドランドオペラハウスであるカリフォルニア州歴史史跡かつカリフォルニア州立歴史公園となっており1885年に創建され1895年から1896年に火事のために再建されたこのオペラハウスは最初のレンガと基礎を使って最初の土地に再建されたサクラメントバレーでは 最初のオペラハウスだった。そのステージに上がった著名な芸人としては、ジョン・フィリップ・スーザとそのバンド、ベルナ・フェルトン、及びマダム・ハレナ・モジェスカがいた。映画産業の交流や、障害事件の訴訟ということもあって1913年に閉鎖され、最近までそのままだった。この歴史的な建物に改修が行われて再開され、現在は現役の会場になっている。 いくつかの主要な演目を年間を通じて見ることができ、また多くのバンドが公演会場に使っている。ウッドランド氏は一般法で法人化されており、5人の委員による市政委員会とその中で議長として機能する市長によって収められている。市長と4人の委員は選挙で選ばれ任期は4年間である。市政委員会が最も得票数の多かった委員を副市長に選出する。 この委員が任期の後半の2年間市長を務める。日々の行政はシティマネジャーによって行われ、市職員は376人いる。カリフォルニア州議会では上院の第5及び下院の第8選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第1選挙区に属し、2010年時点で全て民主党議員が務めている。 ウッドランド合同統一教育学区が小学校12校、中学校2校、普通科高校2校、継続学習高校1校を呼び、成人教育センターを管轄している。市内にはいくつかの私立学校もある。元はライフポイント協会の牧師館だったウッドランドクリスチャン学校は、就学前の児童から高校の生徒までを教えている。 ホリーローザリー教区が運営するホリーローザリー教区学校は、中学前の児童から8年生までを教えている。モンテッソリチルドレンスハウスは、中学前の児童から6年生までを教えている。ウッドランドアドベンチスト学校は、中学前の児童から8年生までを教えている。アビーの学校は、中学前の児童と幼稚園生を受け入れている。ACE のスクールオブトゥモローカリキュラムを使用する。 コーナーストーン、クリスチャンアカデミーは、修学前の児童から、高校の生徒までを教えている。ユバコミュニティカレッジ教区が、現在認定カレッジである、ウッドランドコミュニティカレッジを監督している。ウッドランドの地方日刊誌は、デイリーデモクラットである。市が法人化される前の1857年に、創刊された。サクラメントビーも市内で広く購読されている。 ウェーブチャンネル21は、ウッドランド地域社会で行われる活動からの録画を放送するパブリックアクセステレビ局である。その番組には、高校のアメリカンフットボール試合、ヨロ軍祭、ウッドランドクリスマスパレードなどがあり、ウッドランドコミュニティカレッジの授業も流している。地域社会の誰もが承認された内容の番組を放映できる。ウッドランドではいくつかの映画が、 その少なくとも一部が撮影された。フェアウェル・ベンダー、1973年の映画、ブラッド・スポーツ、1998年の映画、ボイスレター及び1987年の映画、スリーメンベビーの一部などである。ドキュメンタリー映画の、より大きく、より早く、より強くは、ウッドランドでのシーンがあり、ウッドランド・ウルブズや、 パイオニア・ペートリオッツのアメリカンフットボール選手のインタビューもある。ウッドランドの公共交通は、ヨロ軍港通地区、通称ヨロバスが運行している。サクラメント市中心街、デイビス市、キャッシュクリークカジノリゾートなど、ヨロ軍の各地から多くの路線が運行されている。市内には、カリフォルニア州道113号線と、週間高速道路5号線という2つの、 高規格道路が通っている。市内の多くの平面道路は南北方向と東西方向に走っている。道は特に市内の古い地区ではまっすぐであり、それゆえに市街地は交差する道で格子状に形作られている。交通手段の大半は自動車だが、ウッドランド市は比較的小さな社会であるので、自動車の代わりに徒歩や自転車で移動する人も多い。 歴史的中心街のメインストリートはその典型的な例であり、交差点が多く小さな通りも多いために自動車よりも短距離を歩く方が容易である。市内では天然ガスと電力をパシフィックガスエレクトリックカンパニーから供給されている。市は上水道を運営しており、ゴミ処理サービスはウェストマネジメント社が扱っている。市内で最大の医療施設は ウッドランドヘルスケアであり、これはカトリックヘルスケアウエストの一員である。その他、サッターヘルスや民間の施設がある。ウッドランド市は国際姉妹都市協会に認定される姉妹都市を一つ結んでいる。ありがとうございます。